今日開幕の SG 第50回ボートレースオールスター、前半戦最後のカードとなりました第6レースです。1号艇香川の片岡正弘、2号艇福岡の田堂実、3号艇佐賀の上野慎之介、4号艇三重の高田光、5号艇大阪の松井茂、6号艇徳島の田村貴信、以上のメンバー。インは1号艇の片岡正弘です。昨年のメモリアルで SG 初制覇、勢いそのまま年末グランプリも6強に名を連ねました。さあその片岡の以前2コース選手紹介ではひときわ声援が大きかったです。さすが地元2号艇田堂実。3コースに3号艇上野慎之介、初戦さばいて2着の船で、4コース角2年連続2回目のオールスター、4号艇高田光、5コース5号艇松井茂、たくさんのタイトルを保持する王者松井も SG 初制覇がこのオールスターなんです。大外は今年1月 G2 制し、史上5人目全グレード制覇達成している6号艇田村貴信、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。スタートしました。予選の第6レース、6点余り3の台スタート。最終1幕の勝負どころ、逃げる1号艇の片岡、出ていく4号艇の高田がまくっていった。豪快に決まった4号艇の高田のまくり。スタートは前提正常でした。先頭4号艇高田光、2番手が6号艇の田村、追いかける1号艇の片岡で2マーク。トップで折り返す4号艇高田光、そして1号艇の片岡が先迷って、差した6号艇の田村と小宮は、2番手は6号艇の田村が前、1号艇の片岡を追いかけて、レースは2周目に入りました。先頭は4号艇の高田光、2周1マークから向こう正面へ、2番手6号艇の田村が待って握る1号艇の片岡、さあ向こう正面は6号艇の田村が2番手リードを保った状態、1号艇の片岡少し水が空いた3番手、体型が4番6番1番です。2周2マーク、先頭独走で4号艇の高田折り返してきます。2番手に6号艇の田村、1号艇の片岡3番手、体型は4速1で、レースはこれより最終周回。後続が3号艇の上野慎之介、5号艇松井茂、2号艇田堂実となっています。最後の幕、先頭で抜けるのは4号艇の高田光、そして2番手に6号艇の田村貴信、3番手1号艇の片岡正弘、上位3艇は4番6番1番。この決着、3連単ノッツは満州券133倍となっています。豪快なターン見せました4号艇の高田光、最終コーナートップで折り返します。2番手に6号艇の田村貴信、1号艇の片岡正弘3番手で回り、第6レース満州決着でゴール。先頭4番ゴリン、6番1番ゴリン、3番5番、2番ゴリン、以上前提ゴールインしました。